じゃあいいですか、はい、ベスト3発表します、はい、僕のトバちゃんがすごいいいなと思うドン、ハッピーデスデーのテレサ・ユーブマン、ジェシカ・ローテさん、スンとした顔をしてる、すごい初めて聞いた、これ面白いっすね、めっちゃ。でも私すごいおすすめです。みんなに見てほしい、映画？映画です。映画2まであります。そう、2まであって To You がですよね。あれはマジか。そしてこれ、これすごい。ちょっとおばあちゃんこれ持ってもらっていいですか？このね、言ったらその殺人鬼が出てきて、それをタイムリープして倒すってやつなんですよ。そう、殺されちゃうんです私。そう、あ、主役のね、ヒロイン演じてたジェシカ・ローテちゃんが可愛いのよ、もう可愛い、可愛いんですよ、可愛くてちょっとオラオラな女子大生やってます、あのちょっとビッチなの、ね、ビッチです、ビッチ、ちょっと主役としてもちょっと特殊なんですよ、ちょっと性格がねじれてるみたいなヒロインで、で To You って2なんですけど、2はちょっとね、そっから思考を変えてるじゃん、映画としても、いや、あれスーツはいえよくできてますよね、めちゃくちゃよくできた、ゆみさん絶対好きだと思いますよ、あ、そう、うん、面白そう、台本もらった時はうわ怖いのかなって思ってたんですけど、うん、全然、いや、コメディよくできたホラー、コメディホラーです、ーよくできたコメディホラー、殺される人自体が主役、そうです、そうです、あ、なるほどなるほど、自分の誕生日にずっと殺されては戻り、そうそう、殺されては戻り、絶対に殺されないようにするから、そうです、そうです、で誰が犯人なのか、あー、そうです、ハッピーデスデーです、はいはい、バースデーじゃなくてハッピーデスデー、嬉しい、いや私も大好き、これもおすすめですよね、おすすめです、マジでおすすめです、これまだ見てない方はぜひとも見てほしい、はい、はい、これね、わーわー、そうなんでございますよ、でこれね、ちょっとさっきいいところをついてくるなぁ、ちょっとでもね、これ2番目いっていいですか、はい、なんだ、いや、逆に2番目なんだろう、これもう出ちゃったよ、これスーツ、これがスーツ、バサラバティさん、なるほどね、さっきね、いっぱい喋った私のもう本当に思い出の、思い出の役ね、ドナ・ポールセン、ドナ・ポールセンで、老若男女見れるドラマね、見れる、あ、弁護士なんですよ、弁護士事務所の話なのに全然法廷映んないっていう、え、会所、事務所の、事務所のなんですけど、法廷に行って何がどうでっていうシーンよりはこれをどう切り抜ければいいかまでの話、うん、なるほど、なるほど、で、法廷シーンなくて結果はどうだったよみたいな、新しいね、すごい見やすいなと思いました、そんな専門用語いっぱい出てくるんじゃないですね、じゃあ、そうです、確かにそうですね、法廷もんじゃないかもしれない、珍しい、スタイリッシュサクセスストーリーらしいですよ、ああ、なるほど、なるほど、なるほど、見ていただきたい、これシーズン9まであるらしいですが、そうです、頑張りましょう、頑張りましょう、頑張りましょう、見ましょう、まだまだステイホーム続きますんで、そうですね、はい、これ1位は当たるかな、いや、ということは1位はあれかな、いいですか、1位じゃん、はい、まあこれでしょう、まあワンダービジョン、まあね、ワンダーマキシモム、これはもうヤギですよね、吹き替えで見てました、吹き替えで見てました、うわ、これはだからちょっともう我々、ありがとうございます、いえいえいえ、もう最高のドラマでしたね、ハマり役でした、本当ですか、はい、ね、私たちあれ1話目どうしようかってなってましたよ、どういうこと、まあ、いやだからどっち、私たちも撮ってる時に全てを知らないから、なるほど、1話目であの急に、あの白黒のシットコムが始まるじゃないですか、で、そのビジョン演じる加瀬さんと、はい、久しぶりに、あ、また2人でできますねなんて話してたら、とは俺こんなにビジョンで笑ったことないんだけど、加瀬さん、私もですって言って、こんなに笑顔のワンダをやったことがないですって言って、確かに別物と考えてやってました、私たちは、2人がシットコムの世界に入ったら、だけど1話目の最後の方にちょっとっていうのがやっぱありましたね、あったんで、パンパンとこ、そうです、そうです、あそこでなんかビジョンに対してワンダがなんか一言言うんですよ、やめてだったかな、なんかあ、やめて、その一言、その一言だけを今までのワンダでやったんです、ああなるほど、明らかに変わったっていう瞬間がありましたね、劇中でも何回かありましたけど、っていう引っかかりで、現実側のことをなんか匂わせた時にそっち行かんといて、そうそうそう、時に必ずワンダが、我々らしくワンダ側の声になるっていうか、あのダメとかね、あのなんか地下からなんか養蜂場みたいなのが出てきた時に、はいはいはい、ダメって言ってキュ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 って巻き戻るっていう、私たちもだから楽しみに見てて、最終話とかは本当に私リハしながら
泣いてました。加瀬さんがもうお前泣くなよって言われました。だからちょっと異色でしたもんね。めちゃくちゃ異色やったし、それを MC でやるんかっていうね。ちょっとしかもあれが一発目に来たじゃないですか。本当は違った、ね。本当のスケジュールはハルカンのインターソルジャー先に繰り上げたんですけどね。そうだったんですね。だからいきなりなんかね、出鼻をいいねくじかれたら、いや本当に、いやいやこっちマーベルしてくんのみたいな、いや何が始まったのって思いますよね。あれ1,2,3話ぐらいまでは、めちゃくちゃ、ね、もう最初から僕らはアルゴミ好きからすると知ったことなのは知ってたんで、どういう感じにすんやろ、まあ予告見てる時点でかなり奇妙な世界だなというのを想像できましたけど、それでどう描いていくかと思ったら、何が起こってるのかをこっちに考えさせるのがうますぎて、考察がもう楽しくて楽しくて、それ私ニヤニヤして見ちゃうな。すごかったね、ヒデさん考察っぷりあの時の。いやあんな楽しみに買ったことなかったっていうぐらい楽しかったです。いや私たちもやってて楽しかったし、だから5話でしたっけ、5話でビッグシルバー、ああ急に出てきましたね、のあれはすごかったな、ね、MCU 恐怖やったもんな、あの時世界が揺れましたよね、あの時来る来るとは聞いてたけど、ここで入れてくんのみたいな。しかもあの声優さんがっていうのがまた面白い。そうですよね、同じ方ですもんね。私の一緒に撮ったクイックシルバーは、小松さんで、それが向こうの、そっかそっか、だからそうかそうか、ピエトロとピーターで違うんですもんね。そうか、私はピエトロ、でもあっちに来たらピーターが来ましたもんね。ちょっと吐きそうになりましたもんね、あれ。本当そう、我々行き止まった、本当にマジで。しかも最後の最後にね、ガチャッと受けたの、出し方うまかったな。一応後ろがここで一緒に映ってね、後ろが映ってからの、そう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 、いやあれは鳥肌立つ。ここかい、あれはちょっと超えてない感じおります。そうです、今のドラマとかもね、あれは超えないよね。あれを超えてほしいな、今後なんか。だって、配給会社の壁を超えたんやもん。ねえ。今、キーツで言いましたけど、エンジェルダストもやってらっしゃったんですね。あ、デップ、そうです。はいはい。そうか、ジワー。全然イメージが違う。カラーノさんでしたっけ？ヒーロー着地。ええ。デッドプールはすごく面白くて、そのまだみんなでせーので撮ってた時期なんですけど、でも大体ああいう作品ってやっぱわちゃわちゃしてるから、メインどことその他の人たちが別にで撮るってことがあったりするんですよ。でもなんかせっかくだからみんなで撮った方が楽しいよねってなって、全員集合して撮って、でその時は劇場にかかることも決まってなかったんですよ。だからなんか DVD に入るのかなとか。なるほど。でも後々かかるってなって、みんなでって言って、あんななんかせーのでみんなで撮ったのにいいのかなってなって、劇場版ってなるとやっぱりもっと、だからアベンジャーズもそうですけど、結構細かく細かくみんな分かれて撮ったりとかするんで、めっちゃ楽しかったみたいな。そのだからデップやってた加瀬さんがずっとこうマスクこうやってるのが大変そうだったねみたいな。実際かぶってやってたんだ。もう本当にあのこのマスクを持ってる声、ああなるほど、2枚ぐらいだったかな。へえ、これめっちゃ苦しいって言ってましたよ、もうこれっつってこうやってやってた。じゃあいい思い出なんだ。そうです、めちゃくちゃ楽しかった、ね、空気感出てましたそれの。そうそうそう、でデッドプールの1って、デッドプールがいるじゃないですか、でそのヒロイン、で私エンジェルダストがいるじゃないですか、それがビジョン、アグネス、ワンダなんですよ。うわうわうわ、アグネスの人やったんや。そう、はあなるほど。林真理香さんという方、あの人もすごい良かったな。私もそうなんや。あの人のね、アグネスがめちゃくちゃ良かった。もう好きで、大好きで。めちゃくちゃ良かったですね。うわうわーって、もう二人の芝居聞きながら、もう楽しい楽しいってなって、うわー、マリカさん最高ってなってました。いやー、なりますね。すぐ思い出せる。いや、ほんまそう。すぐ思い出せる声。あの歌も最高やったもんな。そう。だらだらだめ。ええ、そう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 。いやあれ流れた時も鳥肌立ちました。いやー笑い声がめちゃくちゃ感情やったもん。そうそう、もう最高。アグネスからのやってるけど、なんかこの人ちょっとおかしいなみたいな、ちょっとなんか狂気じみたとことか、そこからのグンってなってからの後半の邪悪さとか言ってますけど、本当素晴らしかったな。でもめちゃくちゃいい人なんですよ。いやでもそれもなんか恋に現れてましたよ。めちゃくちゃ魅力的でしたね。マリカさん大好きだよ。カズさんも大好きだよ。最高でした。だからそのバーガーさとワ
ンダが会話するシーンがめちゃくちゃ、ね、そのシットコムの世界の会話も面白かったし、途中でそのアグネスが今の撮り直すみたいなところで、そうそうワンダが何言ってるの、うん、みたいなことに なる時のこの狭間のあそこのやり取りとかがもうたまんなくて、いや、何回も見ましたもん、そこばっかり、うん、アグネスが急にこう素になるんですよね。そうなんですよ。でもね、ああ、なって言ってるのに、今のも撮り直すダメだったでしょ、うん、みたいな、でビジョンだけ一人、うん、何みたいな、あれがよかった、急にグッと変わる感じが、あの切り替え方が本当毎話毎話必ず一回あるんですよね、うん、で多分アーネスが一番全てを分かっている、うんうんうん、でワンダはワンダで何だろうな、蓋してんのかな、うんうん、そうですね、な感じします、まあえて見ないように、そうあえても見ない、分かってて自分が作った世界だけど、うん、ここにいたい私はっていう、タイトルのワンダビジョンも本当ダブルミーニングがすごい、いやーそうですね、あれは見事だと思った、ね、ワンダとビジョンの物語なんだなって、ね、はっていう、そうですね、ワンダのビジョンね、一言一言に我々は揺さぶられ続けましたね。いや、あんなに今の反応をニヤニヤしながら配信待ってた作品も珍しいですね、リアルタイムで。本当はツイッタータイムライン荒れてましたよね、そのね、ピートの出た時とかね、ピーター出た時大騒ぎ、もうキャーキャーになってましたね、リアルタイムショーじゃないと意味がなかったっていう、その時期にね、みんなと一緒に、そうですね、配信された時に見て、そうそうそう、やいのやいのっていう、そうそうそう、それって最近今あんまないじゃないですか、うん、テレビでも ね普通の、そうそう、なくなってきた中で、うん、衝撃でしたね、今までのイメージで感じたことない衝撃でしたね、うん、いやこれだからリザベソル先生もすごかったんですけど、ユキナさんの吹き替えもめちゃくちゃワンダやったんで、ユウさんが言うのは間違いない、素晴らしかったです本当に、これからさらにねワンダがどうなっていくか、それか最後が、いや最後あんまでしたもんね、人間性がさらに失われましたから ねやだやだやだ、幸せになってほしい、私もそうですね、何幸せになってほしいよ、原作からしてやっぱり一番幸せから遠いキャラみたいな、あーつらいドラマの方を皆さんね、映画だけ見てる方いたら、うん、ちょっともうもったいないことになってるんでね、ぜひともディズニープラスに入って、いや見るべきですね、うん、見ないとやっぱり 100% 楽しめなくなってきます、これは、うんうん、まだそこまで量じゃないから、そうですね、うん、全然見れる量で、今のうち見出したら止まらなくなるし、そうですね、確かに、もう今はだからそれこそアメコミドラマもいっぱいやっぱ見てきたんですけど、うん、次元が違いましたね、うん、こんな楽しい思いを今ドラマでもできるんやっていう、だからもうドラマのクオリティじゃないですよね、そうですね、そうなんか本当短編映画毎週見てるみたいな、いやほんまそうなんですよ大丈夫このクオリティって、わーって変わっついていくし、ね、あれもあれすごい綺麗だった、もうそのまま使いは私は思い出しましたね、そうそのまま使って、ね、黒ね、白黒からパーンってビジョンにパッて色がつくの綺麗だったな、マーベルに入り込んだわけじゃないですか、もう間違いなく入り込んだ、そうですね、このすごさ紛れ込んでしまいました、人にちょっと偉大すぎますよ、マーベル世界に入った人物が横にいるっていうのも信じられないですね、そうオーディションを受けるじゃないですか、で、その一番初めのエイジ・オブ・ウルトロンの時に初めてワンダが出てくるってなって、で受かった後にそのディレクターさん、こっちのその吹き替えのディレクターさんに、ようこそアベンジャーズって言われて、そんな、なんかそんなこと人生で言われるの、ちょっと笑っちゃう、ってなっちゃう、ようこそアベンジャーズお世話になります、言われて、いや、なかなかないんですよね、ようこそアベンジャーズ、言われたいな、言われたいな、でもそんな風に本当皆さんが言ってくださるのは、いやいやいや、ありがてえです、本当に、いやでも実力でゲットしたわけですから、そういうことですね、間違いなく、これからももう本当芝居の道を追求していきます、ね、そうですよ、もっと難しくなってきますからね、違う役であっても仲良くしてね、マーベルだけじゃなくてね、違う役、とりあえず来年も何本かね、間違いに出る映画も決まってますし ねドクターストレンジは決まってますから ねどうなんでしょうね、すごいことになるでしょう、恐ろしいですね、それもね、ぜひ機会でも見ていただいてね、いや見ていただきたい、でも配信になるのもね、そのディズニープラスのおかげで早かったりするじゃないですか、うん、だから吹き替えで聞き換えることもすぐできると思うんで、ぜひともとわちゃんの声でね、まだ聞いてないって方はもうね、お見事なんで、うん、本当に見事です、いろんなもっと話もしたいんですが、はい、ちょっとね、編集が大変なんでこれだって多分ずっと喋れますよ、こ
ずっと喋ってますね。そう、もうずっと喋ってたらいいんですけどね。いや、また呼んでくださいよ。あ、そうですね。ぜひ。そう、ぜひともそうですし、そう、それこそね、シャベンジャーズのね、八木さんがやってらっしゃる。はいはいはい。八木さんはその前に、この、ね、スーツと、また見ていただいて、はいはいはい、そうですね。そう、いや、もうね、本当に分かってらっしゃる。私が大好きな2つでした。あ、よかった。そんでもう、ワンダに関しては、よかったら、シャベンジャーズの方にね。あ、もうぜひぜひ。いや、もうぜひぜひ。そんななんか、意外と中の人だけど、皆さんの熱量よりは、私全然知識なかったり。いや、そんなもんですよ。いや、もうね、じゃないんですよ。その演じたその瞬間、どうやってそれを演じたかが僕は聞きたいんで。あ、そういうのだったら。はい。1話ごと深く聞きたいですわ。いや、本当に。めちゃくちゃ長いんで、確保してるんですよ。よかったらね、それもぜひともシャベンジャーズの方でも、はい、トワちゃんがぜひ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 、いきなりトワちゃんを皆さんね、これからも応援していきましょう。いやいや、よろしくお願いします。これ最後にね、はい、高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますってあるじゃないですか。はい、ちょっとトワちゃんに言ってほしいなと思いまして、はい、ちょっとこれなかなかレアなワンダーバージョンでもらっていいですか。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お茶飲んでいいですか。いいですよ。なんか楽しみやな。しゃべりすぎて締めてもらっていいですか。はい、はい、それでは、うん、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。うわーい、ありがとうございます。バカだったもんな、今の。ぜーっとな。トマちゃんバージョンです。はい、まあそれもワンダみたいなもんですからね、皆さん。はい、というわけで締めてもらってよろしいですか。はい、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。いや、もう今しかもワンダやねん。ワンダさ、十分ワンダ今の。それもそのワンダビジョンの知っとくの世界でワンダが。そうね、結構巣に近い感じだった。いや、その近い、近かった。あ、そうだ、うん、私たち普通の夫婦じゃないわってやつですよね。あ、そうです、そうです。ちょっとまたね、改めて、はい、また二人ともぜひともよろしくお願いします。お願いします、はい、ありがとうございます。シャベンジャーズも見てください。はい、ぜひお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ、ありがとうね。ここからね、使える話を後でいっぱいします。はーい、いいでしょう。ありがとうございました。